さあ、えー、それじゃあですね方言ニュースいってみましょうかえー、今日の担当は上地和夫さんですはいこんにちははいこんにちははい,はいよろしくお願いしますはい、はいはい、さあグスヨウガンジュワチミセビミチノンチュンクムヤワチシグスよのところ雨ふてん雨ふてんねやびらにさて中夜3二十4日旧暦うちなのくゆめ人形の十六日にあたといびん まあ、手ミグシクウィータウテ、デイゴの花、ディグの花、サチオンディのニュースンアイビシガ、ヤンバルの山や、また、ウリジンの実施やるトイビン、山やギーマンディの花ンサチ、ツルグミ、クービン、ナトオンチ、シンポの記事にヌトイビシガ、クービンの市長家やハブの町チチークと、キーチキリオンチー、ウヤン県ンイラッタロクトのアイビン、 ウルトマタビに、ニギノザジヌジャオテイチゴンナイカンティイチゴガリが一ッペイノハネチサンゴチや予約紙いっぱいシンゴチンテイゲ予約紙マトンディアビッサー,、うん、ま,ー,ーまあチのノイチャベラな野菜、イ東西チューンリの記事の中からうちなアリクルニュースうちテさびだ 中のニュースを沖縄電力は本島からな本島から諸びら沖縄電力はこのほど国枝市沖縄本島と渡嘉敷島の間に付設、えーえー、沖縄本島本島富士と通霧馬渡嘉七に 市地海底ケーブル、えー、ケラマ線1号あうのけ海底ケーブルやケラマ線1号に名付き里海老氏がうのケラマ線1号さに、えー、本島からケラ,マケラマ諸島への電力供給を開始しましたう,のうちなあ本島富士からケラマの島々家電気とさびたん。 海底ケーブルは海底ケーブル、えー海えー、海底ケーブル、ケラマ線1号の長さ30.8キロ、本当、伊是名間、内名と伊是名、伊地名との23.69キロを上回っており、上回って長さの沖縄,沖縄電力の中で、 沖縄電力の中を手最も長くなっており、えー、一番の長さやて送電電圧 22kV 級のケーブルとしては国内でも最長となります。日本,日本国ワーティン一番の長さやいびん沖縄電力では去年5月に九州の群分地に、えー、付設ルートの調査を始め このお電線引須路道白日はじみやに12月19日から23日に富城市米富城市米から十賀敷島の海底に、えー、海のすくんけ専用線でケーブルを敷設しましたおこの電線支社府にさに電線必須うちゃびたん そして安心から、えー、今月、くんち死ぬ18日に米変電所からの送電を開始電気流し始めといびん電気は渡嘉敷島を経て、えー、電気や渡嘉敷地通やに座間見島や赤島ゲルマ島にんウらラやびんにも送られます。 ケラマ諸島ではこれまでクリマディアディーゼル発電設備を備えた渡嘉敷島渡嘉敷発電所で、えー、発電し小野ディーゼル発電機一手たる渡嘉敷ティ、えー、電系奥沢に島島系オクト奥桃タン、えー、島島に供給していましたしかしヤイビー氏が、えー、石油を燃料とするおシチタンに有名するおディーゼル発電は えー、石油・石炭・石炭や LNG ・液化・天然ガスに比べてナビティ発電コストが高くつくこと、おーデーの高くち,ち、災害時のバックアップ、おもしものことのおおくたる土地の貸し、たしきの持ち草の課題があることから、アンディのことから、 ケーブルを敷設して、本当系統と連携する、えー、電線車におのうちな、オフジと、ティーチなティコスト、電変わらんよい、いちん、で、また、電金ちゃ、ちにに、流れ通るごとにすんでのくとやびん、電力供給の安定化を図るということです。 えー、現代この世の,世の中電気がなければ生活できない状況電気のありがたさを思い知らされますがまあこのニュース誘導 TO サイ久々にう,のうる子を日本がやす電気の力日本やさを思い出しましたなあ昼夜沖縄電力は、えー、本島からケラマ諸島への電力供給を開始しましたんでのニュースを指定されたん。 とんせまた、えー、来週ユシデアビラ二兵デビルはい、えー、どうもありがとうございました今日の担当はウェイチ和雄さんでした。